リオン師匠のりぼりーなんでかっつったら、はい、僕はもともと野辺沢師だったからねはいはい野辺沢を振って届く範囲のメバル釣つってたわけようーんでその野辺沢を渓流用のルーアータックで持ち帰ってやりだしたわけねはいはい で、メバリングってなって、全国にもこう広まっていくことになるんだけど、キューベ普通に堤防のジグエットメバリングで飛距離何メーターう通だと、20、飛ばと重いので飛ばして30とか、そんぐらいですかね。だよね。はい。よくね、皆さんよく聞いといて、<laughs> メバル文化、メバル釣りの文化がある都道府県。はい。 もう50年も80年もメバル釣られてるわけその場所で。ああ、その時間軸で見れば。そうん。全く原始の状態じゃないわけ、海の中はい。つまり、50年も80年もずっと魚抜かれてるわけ。はい、30センチに育つまでに全部釣られちゃってるの。うん、でもメバルはそこそこたくさんじゃないけど、そこそこたさんだね。 あの一、うん、匹のお母さんがだい2,000から3,000粒ぐらい卵を産むわけ。はい、なのでメバルの全体量はそんなに減らなくても減らずにその米バルはたくさん育つわけで大きいのを先にけみんな持って帰るもんだから大きいのが釣れなくなってだん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 小さい。 やつの数釣りしかできなくなってる状態がこの,この30年ぐらいの感じだよね。うんで、もう一回言うよ。ディスタンスで言うと、遠くて30メーターまで、はい、一般の人っていうか、普通に釣ってたら大体20メーター範囲内しか釣ってないの、海岸線から。そうね、水際から20メートル間の距離のメバルしか釣ってないってことさ。うん,うん。ところが 3 0ー,ー5 0ー,ー先にはいるんだよ。お<ー>これがねイメージできないのみんなね。もう当然僕もそれが理解できるまでは僕もイメージできたなった。だってこれキューブあれだよ5 0ー,ー先に尺がゴロゴロいるのに2 0ー,ーの距離には一切入ってこないんだよ。あ寄ってこないですね寄ってこないんだよ。うんこれすごいことだよねある意味。う <laughs> えー、レオンさんそんな見てきたような公爵し見てきたような嘘を言いっていうことわざがあるけど <laughs> いや俺見てるからアスキューバでも潜っても見ってるんです魚群探知機でも探査もしてるしうん、うん、あの一番わかりやすかったのはあの遊魚船の中乗りっていうかあのメバル船を開業したいから拡散さん手伝ってくれって言われて丸2年ぐらいその。 ただでその船の人てもらって、あそこ行け、ここ行けって言って、メバルがたくさんいる場所を探すお手伝いしてたんだけど、はい、かつてシャクメバルがめちゃくちゃ釣れた堤防の先端、堤防が、はい、この先端からもうクラブにみんなでもうめっちゃシャク釣った堤防があって、はい、3年でゼロにしてしまったね俺たちが。<laughs> もう今になったら考えられないけど、昔のことだから許してね。本当にね、砂漠みたいになっちゃった、うん、ところがその。 船長と一緒にあそこメバルたくさん大きの釣れたやつの沖に何かないかなと思って、うん、行ったらこの堤防から70メーターか80メーター離れたとこに根があったのよ。はい、で魚探かけてぐるぐる回ってるからわかるじゃん。はい、メバル柱ぶわーと立ってんだよ。<laughs> おっと下ろしたらみんなシャクメバルだよ。 お百1 0 0ル離れてないよね」ったああどれぐらいかな780かなそうよね」って「うっそうだろ」と思ったもんその時なんでこの7 0ル先のたくさんもうええ魚影で見る限り数百匹いるわけさ楽勝ですすごいですねうんこれがなぜ7 0ル先の明かりがついて餌がいっぱいいる堤防に来ないのってうん。 それも半年やそこらじゃない。2年経っても5年経っても来ないんだよ。お<ー>だからね、僕はその時に思い知った。メバルを、メバルはみんな一度は思って一律で考えちゃダメ。この沖の根に住んでるのは山田さん家が住んでんだよ。うんうん、で俺たちが釣り切っちゃったやつは各さんちのやつをみんな釣っちゃったわけよ。<laughs> でも、こっちの磯には鈴木さんが住んでるわけよ。うん、で、この沖の根についてる山田さん ところはばあちゃんの言いつけであの堤防に餌がいても行っちゃだめって危ないって言ってばあちゃんの言いつけで行かないんだから多分か <laughs> そういう家訓があるんでしょうね <laughs> 命の世界ってすべからなくそういうふうにできてるとねまだ頭入れてください、はいはい、ということで、えーまあ、各県の堤防からシャクメバルどうやったら釣れるかってのはね一つはこのディスタンスのさお抜けの場所を徹底的に打ってくださいよ そのために僕がもうあのジャズさんにお願いして十数年前にシャクヘッドの、ね、ディープ4七5ラ7十1 0ムまで作ってもらってるんだよ、うんうん。でもなかなかこれを現場で使ってる人見,や見受けないねああ名作ですけどね。1 0ム使ってカサゴか小型しか釣ってないよね、みんな昼前に。ああそうですね。これをメバルで釣ろうとし,してないじゃん。うん これを夜に海峡部に位置した港からピュッと伸びている堤防からドエンとしてさ PE の03とかで、うん、PE の03で1 0ム投げてごらん。5 0ル以上飛ぶんだよ。<laughs> 飛びますね。でー0 m 以上飛んで沈んだ先は2 0ーとか深いところだと3 0メとかあるんだ水深が。そこへ送り込んで流してそのボトムに何かあるであろうところで。 ピョンピョンピョンとワインドさせてこう流しワインドさせて流しでドンと釣れる場所を一生懸命探し回って、えー、僕なりのポイントをこの20年でいくつか作ってそこでアングリングソルトやルアニュースのロケに行ってたおーなるほど、うんだからその堤防に来てるメバーラーさんたちも何組かいましたけど、うん、大きくて25センチ止まりなんだよね。う 転倒しててないっそう。で、<ー>ちょっと離れて投げてたらわかんないんじゃない僕がどれだけ飛ばしてるか、何グラム投げてるか。ああ、そうですね。なんか逆にあと違うものを狙ってる人なのかと思われてるかもしれないですよね。あ <laughs> あ、でも僕はメバルするからかる、<laughs> なんでって言ってくるもん。<laughs> なるほど。なんでって。これね、あのー、本業の仕事で新潟行ったときに、新潟にあのー、 淡島っていう島があるのね淡島はい淡島いいな行ってみようと思ってあのお仕事一日休んで釣りに行ったので港の中の漁協の前から釣るんだけどえっと20代の若い子が四人いたのねはい、えー、本当にちっちゃいのしか釣れないんだよねうん <laughs> で僕は シーバス釣るような、あの時何使ってたかなプラグ。8センチとか9センチのプラグ使って、はいあの、ドヘンと押して釣ったの。うん。明かりが届いてないところにこう、下り岩が見えたんで、うん。それまがけて、ぶっ飛ばして釣ったらね、全部に、えー、25から、すべて25アップだったね。で、いいやつが31にまでを。うん。で、数釣りして、 で僕だけが大きいのとボコボコ釣るもんだからとうとう3人が見に来てさはい教えてくださいって言うから、うん、まずねキャスト距離が君たちの3倍以上投げてるよって見たら 1.5g のジグヘッドだけでやってたもんなるほどだからもう淡島なんかでもその 1.5g のジグヘッドで届く範囲内にはもうメバル釣り切られちゃってるわけよこんなしかいないわけうんところ あの時はあれも使ったなあのー、ザ,ラザラパピーよはいはいはいあれ8ムあるからねうんで、P の03だったら相当飛ぶからねうん5 0ー飛ぶからね <laughs> だから僕にしか釣れないわけよなるほど、うん、その網までもそうだし瀬戸内の、えー、各堤防でも 沖の本流の水深が15メーター以上20とか30あるところへ50メーター以上7グラム10グラムをドへんとして投げて釣る人はいないからい、うん、いっぱい残っぱ残てますなるほど <laughs> ここを皆さんが住んでるエリアでいかに探すかそれはもう皆さんの努力でしかない、うん、ここはヒントだけ差し上げます僕自身があちこちの県に行ってじ実調で試すわけにもなかなか行かないんでね うん、それをやりきった人だけが釣れますから実際にちゃんと実践した人は釣ってるんでお礼を何回も言われてますよレオンさんの言う通りやったら釣れましたと、うんでね、もう一つヒントがあるこれ、まあ、ちょっと、えー、違うパターンでまた少し難易度が高いんだけど、えー、瀬戸内流れに、えー、海峡部分にこう港があって堤防が L 字に出てますね大体瀬戸内っていうのは。 はい、この L g の先端が明かりがついてたりするよね。はい、でこの堤防に対して潮は大体こう流れるよね。うんうんうん。上げでこっち下げでこっちみたいな。うんうん、でみ,みんなその明かりの中でパチャパチャしてるようなやつをつるわけだね。うんうん、ところがね沖の4 0メ5 0ー,トル50メートル先の本流の流れがあるところの中でバシャって出るのよ。おお それをね、まずあの目視できたのがきっかけだったの。はいはいはい。あ最初シーバスかと思ったのね。うん。あでも、シーバス、バシャじゃないじゃん。シーバスのオイルって。うん、あの、ボゴーって言うよね。そうですね。メバルとはやっぱ違う音ですね。うん、明らかにあの吸い込む音がするよね、シーバスのオイルって。うん、メバルはどっちかっていうと、パシャって言うでしょ。はい。あれね、あのし、これもね、覚えといたふうに。 ほうがいいけど、メバルのライズって、口で出してる音じゃないんだよね。うん,うんうん。この水面直下の餌をメバル食いに来て、加えて。反転した時に、尻尾で叩いてる音なんだよね。うん。多くは。で、パシャって言うんだよ。パシャって。うん。で、それの大きい音がするわけ。うん,うんうん。普通、あの、パチャ、パチャ。パチャッぐらいじゃない、メバルのライズって。はい。うん、あれって、あのー。ふ。硫化。 ベイトを食ってる場合ね、プランクトンとか。はい。ところが、バシャっていうときは、あのイカとか小魚食ってるときだよね。うん。で、そのバシャの音が大きいってことは、個体がでっかいってことなんだよ。うんうんうん。シーバスだと違う音がするんだもん。うん。カポンとかガバンとか <laughs>、バホッとか言うんだよね。で、それバシャってで、メバの音なんだけど、バシャという大きい音だから、あ、俺は沖の本流で、 でかいメバルが何か食ってると思ったわけですぐ、はいでそこで投げて巻くけど一切結構頻繁にバコッてうバシャっていうのに全然食ってくれないのよ。うんでやってるうちにピンときたのこれ巻いたら食わないなっていうのが。ああなるほど。で実は大成功するんだけどここからあの僕が書籍によく書いてるように「まかない釣り」っていう。うん キーワードを発表したのがちょうどその時代だよね。うん。で、何をするかつっ,ったら、メバルは硫化ベイト食べてます。うん。自分がメバルになったつもりで。正面見て、塩は自分の正面から流れてきてます。はい。この流れに対して、メバルは横向けないんで。こう向いてるでしょ。塩、うん、に対して、まっすぐですね。ね。うん、自分の正面から流れてくる餌食うよね。はい。こう横切って行く餌食わないんだよ。 おだけど釣り人は堤防から投げてるからこう斜めに切っていくわけよ。よほどタイミングよく口んとこに来たらそれパクってく港子もいるかもしれないけど基本メバルはさっきも言ったようにレエサよ,よ,、うん、より下にいるからこう巻いてくるコースだとこいつは言うことを切ってくれないの。もう一回正面で見てね。 正面の頭上を流れてくるさを待ってるわけ上目線でこれがこう動いちゃダメなのまっすぐこう向かって流れてくるやつだけ反応してパクッとくって元に戻るわけうん,うんじゃないかと僕はまず推理したでこれは巻いちゃダメだからじゃ巻かずに釣れるやつなんだろうっつったらプラグになっちゃうわけようんでスローシンキングまずフローティングトップ からやったのねそのザラパピーとかはいでも反応しないそのザラパピーがプカプカ流れてる横でバシャッて出て <laughs> プラグのね食ってくれないのよ、うん、そこで経験上ピンときたのがあこれ水面じゃダメだと、うん、水面直下流す必要があるとなるほどそこで今度はスローシンキングのペンシル持ち出したあのー ウエイトチューンしたやつ、はい、えっとねタイニートーピードの当時持ってたやつタイニートーピードのペラを外して、はい、お腹に進化をね5ムぐらい張ってはい水面直下を流れてくれるように注意したやつを投げてあのバサバサと出る筋へねはい投げてポンポンってアクションかけてそのまま 一切巻かずにこの潮に平行に流すわけ。うん、そしたらガーン来たよね。お<ー>いきなり30センチ。で、そこで食ってくれたと全部30度ぐらいあるの。で、一緒に行ってた友達が、その時雨降りだしたんだずっ実はザーッと。お<ー>俺、3つぐらい釣っ,て釣ってたし、その友達も釣らしてやりたいから、俺、テントであ車で行ってたから、車で休むから、これ使いなっつってその、そのプラグでしか釣れないから。 <laughs> あのそのレンジをあの巻かずに流し,流してそのレンジを通そうと思ったらそれしかもう3人合わせてそれ1個しかないからうん、うん、貸してあげたのよ。うん、そしたらね一発でかけただでっかいの。<ー>うん、でそんな釣りをするこうイメージ持ってないからフロロのね0.3 とか零点を使ってて、うん、その貴重なプラグを切られて持ってかれてしまったという思い出のプラグが、<laughs> <laughs> ちゃんとセットしないとダメです。ちゃんと分かってないとね。でも、うん、そうやれば食うことが明確になったよね。うん。通ったようだから、そのパターンの確立をさせるためにそれ言っちゃいますね。<laughs> うん。それとやっぱりその。 補足のあり方をの裏付けが欲しくって、うん、これ、久ベ知ってるかな、名古屋にね、あのフィッシングショーなんかにも、あのフライのキャストの先生でよく出てくる、えー、杉坂さんっていう方がいるんですよ。はい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 。聞いたことあるでしょ。はいフ,フライではもうトップクラスの,あの有名な人だよね。杉坂さんにね、会いに行ったのよ。はい ちょっと友達関係でこうつながってたんでで名古屋の,あの杉坂さんがやってるトラウトポンドがあるのはい、うん、そこそこ大きいため池みたいなところ全部丸ごとエリアにしちゃってるの杉坂さんお。いいですね、うん、そこ行って杉坂さんがいるからっていうんで行って訪ねて行ってあの,あの方はフライの方なんでえー フライってドライフライって基本的に流れの筋にきれいに流さないと食わないのよね。で大きいトラブトほどそうなんだよ。なるほど。うん、で、そのフライをひょっと投げてフライが着水します。で、ラインを上流側にこうメンディングしてフライ先行で流さないと食わないよね。これがラインがこっち側にいてフライが後で流れてくると。 手前の川の流れにラインがギュッと持って帰ってこのフライがススッとこっちに来ちゃうんだよ。こうドラッグかかるっていうんだよ。はいうん、きれいに平行に流れてくれずにドラッグかかるとこのフライがこう来ちゃうわけで、ね、自分の方に。うん、これをドラッグかかるって言うんだけど要するに流れの筋に対してきれいに流れずにススススっッとそれちゃうわけ。うん、これにはね大きいトラウトほど反応しないのを知ってたから。うん まず杉坂さんにその度合いがどれぐらいのものかを聞いたのねはいでっかくなるやつでっかくなってるやつは、うん、ほぼ絶対ぐらい食わない <laughs> ああなるほどその筋をきれいに流してやらないと食わないって、うん、やっぱりと思ってで杉坂さんじゃあ続いて質問があるとトップ流しても食わなかった、うん、でも進化チューンして舌流したら食ったって話 はい、これ俺はドライフライとあのダンツってこの水面のうし後ろにくっつくおばさんのフライがあるよね。はいドライの上浮いてるフライじゃ食わなくて半沈みとか全沈みの背中が水面についてるようなやつだったら食うっていうパターンに関して杉坂さんに質問したら俺、はい、もこれでないと食わないやつがいるって言った。うーん でこ,うこうなってないと食わない時もあるそ、うん、こにいるみ,みんながみんな上は食わなくて下なら食うという時もあるけど個体によっては年賀の年中こ,ここを通さないと食わないやつがいるって言ってたよおやっぱレンジ大事なんですねでそんなやつって釣り切られてないからどんどん大きくなるうんうんうんで <laughs> まあトラウターのすり魚に聞くのもなんだけど メバルって硫化ベイトを基本食ってるんですよってああそうだろうね」ってそうなんですよ硫化ベイトですあのプランクトン網とかゾイアとかいろんなの食ってるんですけど、えー、杉作さんその、ね、トラウトに近いような性質を持ってるメバルこれは食わなくてこれなら食うドラッグかかったら食わないやつがいると思いますかって言ったら「100%いると思う」って言ったよお<ー>、うん。まああえてプロフェッショナルの意見を聞きたかったってことだよ。 答えは出せてたんだけどさら、うんうん、にこう強い裏付けになるなと思ってね、うん、遊びに行って、えー、プロフェッショナルの話を聞かせてもらおうとやっぱりねーだったよね。うんなるほどうん。このパターンはね意外にあるんだよ、うんうん。でこれの亜種で俺は岡山の僕の友達が発見した 愛媛県側の堤防で何回も実績のあるパターンなんだけど水深が15メートルあります。はい。メバルは水面か水面直下、もしくはボトムか。大体7、8割、このどっちかだよね。うん、と思ってたよ、僕も。15メーターの真ん中の水深7メーター、流れがある本流だよ。はい。瀬戸内の本流の15メーター水深の。 ちょうど中間地点の7メーターのところにメバルがいる理由って僕には思いつかなかったんですね。うんでも実際にはね、そのラインに並ぶことがあるんだって。おお<ー>それをね、岡山の友達が見つけてね、ボコボコに釣り倒して、レ <laughs> オンさん、すげえパターンがあったわっていうな熱心な人っていのはすごいよね。 はいということで皆さん <laughs> あの闇磯パターン、うん、ねっ真正面に絞りでもない限り投げても無駄、うん、だけどそこがそこに沈めたら岩がある場所だったら別うん,うん、うんうん、だからねわからない時は針をつけてないメタルジグなり何な,なりを投げてみるとよいった場所で面倒<ー>くさくてもやるの僕はやるからね、うん でボトムを引きずってあここ岩があるあここもやっていうのを明るいうちに確認しとくの。うん、でやっぱりメバルって何にもないところに浮く理由がないんだ基本は。だからそれを確認しとけば夜になって、ね、プライムタイム、えー、お食事の時間になった時にそこをジュヘッドにワームで通せば釣れるんです。うん、それが、えー、闇磯行った時に沖を投げる条件沖に投げる条件ってのはそれだけ。うん それ以外は全部横に投げましょう。ふ <laughs> し、うん、ですね。<laughs> うん。はい。で、堤防で1 0メバルを出そうと思ったら、まずは飛距離のアドバンテージー、飛距離によるさお抜けポイントの存在ね、うん。で、この釣りをするにはね、二、えー、種類、3種類ぐらいかな、リグ、釣り方としては。はい。一つはメタルジグ。お<ー>、ね、で、メタルジャグで自信が持てない方は、はい、ジグヘッドにワーム。 でも選択肢が少なくて、まあ一番実績があるのをおすすめはシャクヘッドの 4g、5g、7g、10g の4種類を持って歩きましょうってことですうん,うん。もう一つある。はい。え瀬戸内のように島と島の間の瀬戸の部分はそこが砂地じゃなくて岩盤帯でどーっと流れてる場所がある。うん。そこではヘビキャロを使うんです。お<ー>キャロライナリーグヘビーの。もしくは、はい、 えー、餌釣りでいうところの銅突き、うん、ルアーでいうダウンショット竜は、うん、1 0ムぐらいの重りを一番下につけて上に枝1本出して1ムのジグヘッドにワームつけるという、うん、これ2個枝2個出してもいいよ、うん、これを海峡部のど真ん中へ2 0ムでもいいよ別に胴突きだったら3 0ムでもいいよこの杭には影響しないんで重さが、うん、浮いてるから、うん、これ。 ボトムに近いと損だからね。はい、下でも3 0ンチ上に枝取ってもう一つは7 0ンチぐらい上に枝取るの。うん、でこれを上流に向かって3 0ムなら3 0ムの夏目おもり結んでバーン投げてそこについたらこう持ち上げながらだんだん下流へ流していくわけ。はい、持ち上げたら流れるじゃん。はい、持ち上げたら流してコンってついてまたこう。こうやって流していけばゴンって食ったやつは大体30ある。う <laughs> これが一番簡単かな、うん、テクニック的にはそうですねなんかイメージしやすくてやりやすそうですね、うん、でそこまで塩が潮が潮流れるけどそんなに塩が強くないときはジュグエえシ、ー、ャヘッド D 単体の4グラム5グラム7グラムでボトムワインドからのテンションポールうーんでこのボトムワインドでみんな勘違いしてるのがメバルをボトムワインドで釣ろうとするときにボトムから1メーターぐらいしか あげ、やってないのよ。ああ、そのしゃくりの。高さ。しゃくり上げの高さが。はい、これだと、傘子ばっかになっちゃうからね。ああ<ー>。<laughs> 僕たち、えー、ボトムワインダーが、どれくらいしゃくるかつったら。5メーターから。跳ね上げるんですよ。ほうほうほう,おう。少なくとも3メーター跳ね上げる。うん。三メーター、もしくは5メーター跳ね上げて、そっから。落としていくの。うん。昔から。 そうしなないいと食わないでっかいやつもみんな上目線になってるからほとんど。ん本流のさそれなりに潮流が流れてるところでメバルがそこへ裂くのに下向いてるなんてことは考えがたいよねもう。うこれ内湾ならあるんだよそこへ咲くってるとこ、うん、でも潮流が通ってるところで下目線なんてないよほとんど流れてるくってるから絶対上目線なの。そしたら、うん、跳ね上げて上から落としてやれば確率は10倍ぐらい跳ね上がるのに。 そこ付近だけでやると、喜んでカサゴが食ってくる。な <laughs> るほど、ね。なんかそれはあれですね、ボトムワインドやってみたけど、カサゴばっかりでまだメバルはっていう方とかにとその可能性高い。はい。この辺がヒントです。ね。うん、はいまあ、ボトムワインドゲームと、キャロライナよりもダウンショットの方がやりやすいと思うよ。うんうん で、えー、ボトトムンンドにダウンショットリグ。あともうちょっと得意な人はメタルジグ、うん、メバルジギング面白い <laughs>、うん、でコツはアップに向かって投げてそこに着いたら同じようにポンポンと跳ね上げてワインドと一緒ポンポンと跳ね上げて、うん、手前へこうどんどん寄せてくるの、うん、でこれのいいところはメ,メバルだけじゃなくてあのマダイがよくヒットするエリアによってはああなるほどいろいろ 狙いそうですね。そうあのしゃボトムワインドよりもマダイが釣りやすいなぜか。うん過去に何回もある。メバ,バル釣りに行ってマダイが釣れたり、マダイの海峡ジギング堤防からのね。はい。ジギングに行ってメバル食うっていうね。<laughs> おお<ー>。でもなぜなかなか嬉しいですね。そうそうなぜかボトムワインドであんまりマダイ食ってこないんで。うん。一二回しかないけどジグでやると。 結構多いのはなんかやっぱりマダイがジグが好きだっていうとこはあるんだろうね。うんなんか比重とかォール速度とかいろいろ好みがあるんでしょうね。そうそうはいということでね、えー、シャクメバルをなんとか釣りたいと思う方は以上のことを実践してください。でもう本当にねこの15年ぐらいずっと同じ質問されててちゃんと僕がお伝えしたことをねきちんとやられた方だけちゃんと釣ってます。 <laughs> たくさんお礼頂い,いてますので、うん、あの信じる者は救われるんで、ぜひ頑張ってみてください。<laughs> ありがとうございました。今日はかなり、あの深釣り堀ではちょっと珍しくかもしれないですがかなり実調のノウハウというかね、うん、ポツですごい面白かったですあそうだね、はい、実調のテクニカルなことはほとんど喋ってないね、まだ。 なんでまたこういう回もやっていきたいと思いますので視聴者の皆様引き続きあとレオン師匠にこんなもうちょっとここを詳しく解説してほしいとかまた別の質問でこんなこと聞きたいとかあったらぜひコメント欄までよろしくお願いします、はい、あとす今日の動画が面白かったよとか役に立ったよっていう方はぜひチャンネル登録とグッドボタンを <laughs> 花火上げてください <laughs> <laughs> よろしくお願いします。じゃあ,あ本日もありがとうございました。ありがとうございました。